新潟駅南欅通り沿いの凪から次に向かったところは、新潟駅から磐梯方面へ向かったところ、ほっこり居酒屋氷泉です。こちらのお店、ほっこり居酒屋ということで、ね、柔らかい温かい感じを演出したいと思って、はい、名付けました。長谷川さん自身がここ殿って書いてあって、そこからそれだけでこうほっこりするような雰囲気がしますけれども、はいはい、もうここからほっこりしましたが、新潟市中央区弁天コートホテル新潟の1階に店舗を構えるほっこり居酒屋氷泉です。はい、元気のいい大将と美味しいお料理がおすすめです。そして美味しい地酒もたくさんあります。ご主人の長谷川さんは東北地方や新潟で和食の修行を積み、15年前にお店をオープン。こちらはケーキで使うクリームチーズを味噌漬けにして焼いたもの。見た目はスイーツのようですよね。いい香り。ありがとうございます。本当なんかチーズケーキみたいな香りが今一瞬、あ、よく言われます。しますね、はい、いただきます。どうぞ。おいしい、はい、なんかすごくこうチーズの濃い味と、はい、この甘さは何ですか？うち自分で作ってる味噌床ですね。魚の、味噌漬け焼きの、技法を使ってそれで焼いてみました。魚の味噌漬け焼きの技法をクリームチーズに応用して焼かれて、はいはい、なんかこうチーズというとやっぱりこうワインのイメージが強いんですけれども、はい、チーズ と、味噌は同じ発酵食品なので絶対相性がいいので、それ で日本酒 と、味噌も絶対相性がいいので、うん、あ、また合わさると口の中で味が変化していきますね。本当、はい、なんかおつまみにもなりますし、なんかデザート感覚でもまた進みそうな一品ですね、はい。さあ、続いてもインパクト大のメニューです。石焼き鍋に牛すじとキャベツの味噌スープを加えます。これだけでも熱々なんですが、さらに熱々の熱した石を投入します。まるで噴火状態です。グツグツしてます。こちらはどんなお料理なんですか？うちの名物の牛すじとキャベツの火山煮込みでございます。火山煮込み、はい、火山ですね、はい、そしてものすごくいい香り、基本的に味噌でベースにしてます。なんか暑い夏に汗をかきながら食べるのも良さそうですね、はい、そうですね。うわー、牛すじ大きいですね、はい、どうぞ。筋は6時間煮込んでます。溶けますね、はい、牛筋って言ってるんですけど全然筋がないくらい柔らかくて、本当に、はい、こうでも柔らかいけどトロトロの部分とホロホロの部分がグツグツになってて、はい、口の中でこう溶けていくんですけれども旨味はしっかり残ってますね、はい、そうです。美味しい。あと筋はコラーゲンたっぷりなんで、はい、ちょっとお肌してきますね。これどうしてこう火山にしようと思われたんですか？最初牛すじの煮込みでやってたんですけど、全然やっぱりインパクトもなくて、で何かないかなと思った時にビビンバの石焼き鍋を思いついて、それで最初加熱して出すようにしたんですけども、確かになんかわっぱ鍋みたいな、わっぱみたいな、はい、その原理も採用してます。なんかこう食べてその後にちょっとお米頼む方とかいらっしゃらないですか？そういった場合は自分はちょっとそのまんまご飯にかけて召し上がってもらってます。いいですね、はい、最後まで楽しめそう、はい、いや、なんかこれからさらにどういったお店にしていきたいという思いはありますか？基本的にやっぱり新潟のものを中心として使ってて、みんなもちろん地元の人間ももちろんですし、他県の方もそのようなのを全部発信できたらいいなと思います。ですよね、これだけ美味しい新潟のものがあるので、はい、今なかなか県外のお客さんっていうのは難しいかもしれないですけど、これからまたね、はい、みんな来られるようになったら、それまで辛抱ですね。そうですよ、はい、もう熱々の石を投入する火山煮込み、もう最後まで熱々です。
なんかそれも考えてらして、こうお酒飲みながら食べてるとどんどん時間が経ってしまうと油が浮いちゃうので、それも防ぐために最後まで熱々で楽しんでもらえるように美味しいお店でした。ありがとうございます。